公領は、新末、中華民国の政治家。字は、沢。豪は総将。北京政府では、食礼派に近く、大理国務総理などを務めた高官である。また、後に、新日政権である、中華民国臨時政府に参加した。1894年に巨人となる。湖北省に赴任し、京新書院中学堂副監督、湖北部美学堂監督、 古北省立造平省総弁を歴任した。1908年2月、古古総督張りのほらの推薦により、高良は、古北日下学士に昇進する。1910年9月、古北不正士に昇進した。1911年10月の武将起義の際には、上海へ避難している。1912年、高良は、共和党に加入し、その幹事となった。 1913年より、北京政府の命により、国内各省の銀行の改装について、事務を担当する。さらに、所直令省財政支支庁兼直令省、進む税調査所及び国税光備ル内所所長に就任した。この時、補定に中途にしていた、陸軍第三支出庁総根と進行を結んでいる。翌年4月、 法典省に移り、都督バりすずらんの高等顧問に就任した。1917年、直令省から参議院議員に選出された。1920年、雲法内閣で、農省部次長に就任したが、内閣自体が短期で崩壊している。1921年10月、総根の推薦により、財政総長に就任した。行内閣。 両氏内閣では内務総長に就いた。1922年6月、交通総長も兼任した。しかし間もなく直令派内部で、ご配布率いる落派と、総根率いる津保派との間で、派閥対立が発生する。津保派と目されていた高領は、呉の圧力を受ける形で辞任した。それでも、総の後押しにより、その後も財政総長。 農省総長、内務総長を歴任している。1923年6月14日、超少総の公認として、公領は内務総長兼残高代理国務総理となる。公は、総根の総統選出を政治的に支援し、10月、総は総統に選出された。しかし、この選出は、まかない選と称されるほどの腐敗した過程による、ものであり、 その責任者として、公は休断され、そうも、やむなく高を罷免した。結局、公は、正式に総理となれないまま代理総理を罷免されたので、ある。1926年以降、天津の日本疎開に隠居する一方で、日本との政治的交流を深めている。1931年、天津で、段気随大雄党と共に、中日密教研究会を組織した。 その実態は、日本との政治的連携を密かに進めるものであった。その後も、救済下北経済委員会、東和経済協会など、対日協力組織に参加した。1935年末に、気殺政務委員会委員に就任している。1937年に、日本が、北平、天津を占領すると、高領は、 天津治安維持会を組織して、日本に協力した。同年12月、大勝都市らと協議して、新日政権の組織を開始する。同月14日、中華民国臨時政府が成立した。後は、天津特別市長を経て、犠牲委員会委員権下北省省庁に就任した。しかし、翌年5月に銃撃に遭うなどし、政務への意欲を削がれたのか。 1939年に辞任して北平に引退した。1940年3月4日、北京特別市で心臓病のため死去。去年71、ありがとうございます。